官定は江戸幕府における職名の一つ。勘定奉行配下の役人で、奉行から勘定組頭から勘定から支配官定という序列になっており、執務は主に勘定所で行った。他に勘定執役という役職もあった。設置時期は不明だが、慶長18年には勘定はすでに設置されており、また万事、勘分期には上記のような勘定所の役人組織は確立していた。 上型と関東で天領を2分支配していたため、上型語勘定、関東型語勘定と人員を振り分けられていたが、教法8年には、両者は統合され勘定奉行による一元支配となった。人員は、寛営15年には12名、教法8年には130名、道18年には186名、法歴11年には134名、勘政8年に232名、 嘉永2年には215名とされた。150票高で、消化缶詰め、おまみ以上の身分の者が就任。部屋詰めの身分から感情になった者へは100票が与えられた。就任者はそのほとんどが世襲だったが、勝負心や支配感情と目付けなどから感情になる者もいた。感情の子が見習いとなり、その後感情、感情組頭と昇進していった。 それ以外にも、大官や、材木石武行、倉、武行、金武行や、勘定吟味役の属りなど、勘定武行支配下の役職へと進むものが多かった。その役目柄、筆算の際が必要で、東洋の際には吟味が行われたが、小不審の中でも際があるものは、抜擢を受けて任命されることもあったという。教法8年に多忙の時を除き、 人数を決めてうちより合い人もにつき5日ずつ在宅するように定められた。また、教法、法歴期には、正金物を書き上げるよう命が下された。法歴4年に、不審修復見聞の際の物書き量を、館外は20両、館内は15両と定められたが、同6年には、館外15両、館内10両に減額された。完成8年、勘定失役が設置された。 天保年間所約対外順より、秋吉退録より、ありがとうございます。